どうも、ゆうたろう。はい、どうも、大粒です。今回は、去年と同じ走行会なんですけど、恵比寿サーキットに来てます。車でね、走ったことないのに、また二輪で2回目の恵比寿ということで頑張っていきます。今日もこの間の友達も来てます。今日は CBR じゃなくて R6 に乗るみたいです。去年雨だったから1分18ぐらいだったかな。だけど、まあ1分10秒とかそのぐらい狙えればいいかなっていう感じですね。ちょっとやっぱこの間桶川走ってバネが柔らかいのと、まあギア比はね、今回ちょっと桶川脱出つらかったんですけど大丈夫な気がするんで、ちょっとかなり楽しみです。あとはブレーキがね、ちょっと耐えられるかどうか心配です。走り終わったんですけど、ちょっとやっぱりね、この前桶川の時もそうだったんですけど、サスが柔らかすぎて、フルバンクフルバンプさせてる時に、アクセルスロットル入れてくと結構サスが吸収しないで車体が跳ねる感じがあって、ちょっとすっ飛びそうな感じもするんで、ちょっと攻めきれない感じがあります。あとはちょっとギアの選択もまだ迷ってて、とりあえずなんか今タイム表まだなんですけど16秒ぐらいでは走れてるんで、まあもうちょっと縮めたいと思います。タイヤの具合はこんな感じです。ちょっとね、後半になるにつれてちょっとなんか
あの強いバイトでかけた時にちょっとグニュってなるような逃げるような感触がたまにあるんで、ちょっとそれだけ怖いっす。ちょっとなんかヒートスポットチックな感じにはなってるんで、レバー、ペダルがちょっと倒すと擦っちゃうんで、まあでも後ろの溝見るとこれ以上倒しても端まで使ってるんで、ちょっとこれ以上倒さない方がいいかなっていう。もしかしたら後ろ150とか入れて丸くした方がみたいな感じではあります。右側もやっぱブレーキペダルは擦っちゃうんで、こっちのステップのバンクセンサーはもう取ってるんで擦らないんですけど、そんな感じです。フィーリング悪かったんで、あの友達の CBR 短気筒のパッドを合わせてみたらジャストだったんで、レース用の入れてもらいました。あ、これみたいです。午前中のベストは15秒123です。3本目はね、ちょっと赤旗出ちゃってアタック
しきれなかったんで、まあそれでも15秒は出れたんで、まあなんとか15秒台は出てるかなという、頑張って14入りたいなみたいな感じです。Woo!
最初ちょっとトップを守ってたんですけど、やっぱりね大型にはねちょっとストレートでかなわなかったんで、ちょっと1位は無理だったんですけど、なんとか表彰台3位ということでやりました。ベストラップがねベスト更新で、1分14秒438、はい、ベスト更新でございます。ちょっとやっぱり純正サスとかの限界があるなという印象です。あとマフラーとかもノーマルなんでね、まだパワーも出ると思うんで、ちょっとまあバイクはね年一ぐらいの楽しみにしてるんで、来年に向けてそこは変えられたら最高です。はい、という感じで最高でした。そういえば模擬レースに向けたあのブレーキ変えたと思うんですけど、もうねブレーキめちゃくちゃ効くし、あのリリースがね最高にやりやすかった。すげえコントロール良くてもう最高でした。フィーリングも変わらずでずっと8周ねフルで走りましたけど、水温計も上がってないし、うん、全然大丈夫でした。ただねすごい吸って、このブレーキもやっぱこんだけ吸ってるのと、このねマフラーもちょっとねちょっと吸っちゃったっぽいっすね。でこっち側はシフトのところ吸ってます。あとサイドスタンドもねこの間ここを吸ってて当たんないようにちょっとこう曲げたんだけど、こっちもここも吸るようになっちゃって、ちょっとねそこ擦りすぎるとそこを支点にタイヤが浮きそうなんで、ちょっとこけそうなんでマジで気をつけます。乗らせてもらったんですけど、もう最高ですね。
ストレートホームストレート上り坂なんでフロントアップしちゃうんですけど、完全に浮いてウィーリー しちゃってちょっとね GoPro 今回撮ってないんで映像はないんですけど、外撮りしか、はい、めちゃくちゃ最高に楽しかった。もう手が筋肉痛になるんで、もう1回乗れれば満足です。これはおめでとうございます。